お腹すいた。はい、お待たせ。あー、朝ごはんだ。今日のご飯、これだ。サイコロ。なんかこれ嫌な予感がする。サイコロで出た数だけご飯を食べる生活の始まりだ。わー、サイコロで出た数だけご飯を食べるぞ。朝、昼、夜、おやつ、サイコロを振って生活するのだ。はい、ということで今回もいろんなサイコロを用意しました。前回よりは目が少ないんだろうな。一緒一緒か。90もある。バカだ。でも大丈夫、朝ごはんはこちら、1から20のサイコロ。でかいんじゃないの。なんか俺か。じゃあ1を願います。はい、1。でかっ。うわー、やったー。2。余裕。した。こうやって投げたやん。だから今めっちゃ見せたんだ。うわー、すごい。なんかそれだとしたら、ときちゃんが今振った時も2になるはずだ、ね。うん、あー、確かに確かに。でかいのは嫌だぜ、頼むぜ。おいー、おいー、あー、あー、多くだね。でも私はね、ここからね、1を出す女なんだよ。いきます、おいはいー、レードン、あー、用意するよ。いや、あーが全部ブレてた。はい。まあちょうどいいね。ちょうどいい、もうこれもうサンドイッチはもうこれで確かに最高でございます。いや、でもそんなこともあろうかと今回ね、いっぱい用意しているから。うん、これはでかいね。でかい。うん、俺もうね、キーマッピー、うん、これツナマヨのなんかチューブのやつ。へえ、美味しそう。そう、これこうやってかけて、うん、で、あのチーズ乗っけて挟んでくれば、もう完全にサンドイッチ。うわ、美味しそう。うん、いや、私やっぱジャムだな。ジャムめっちゃ好き。うんうんうん、でけー、でけー。私はもうね、あずき、あんバター。あれ、そのゆであずきは。ゆであずきじゃん。ゆであずきじゃん。好きだからこれ選んだんでしょ。じゃなくて、はーちゃん家はこのゆであずきにマーガリン塗って食べるのよ。よし、食べよう。いただきます。いただきます。開くか、今回の瓶。おいー、やるやんけ。うるさいの。いただきます。うまっ。いただきます。うん、絶対一番。ほんと。うん、あと9回楽しめるね。確かに。あつあつあつ。余裕だな。ま、めっちゃ余裕。もらったわ。なんか飲みたいっていうか。お腹いっぱいでしょ。いや、でも逆にスープある方が食べれる、うん、パン。あ、ほんとに。うん、でも意外ともうすぐで終わる。ほんとだ、うん、8枚食ったんやで。え、抜かされている。いや、これが小豆のパワーよ。すげえ。小豆パワー強。小豆パワー。あ、でももうちょい、私もあとラスト一口をね。ときちゃんのラスト一口と。あ、合わせてくれてる。そう、いいじゃん。これ来年の7月まで持つの、これとか。うん、どこ見てんの。期限とかね、なんか一人暮らししてるとさ、うん、そう、期限とかすごい見ちゃう。マジで本当にね、あのみんなに言いたいんだけど、今お母さんがいてね、ご飯ね、毎日ね、こう考えて作ってくれるとかね、まあ、当たり前じゃないから。そうだね。うん、当たり前じゃないね。おえぇーおえぇーうぇーちょっと来ちゃった。あー、ヤキロー君やっちゃったよ。そう、並べよう。すみません。うん、おー、来た。やったー、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。また昼にやりましょう。はい、お昼だよ。もう腹減ってるよ。お昼だよ。元気やんすぎて。お昼だよ。何ぴょんぴょんしてる。大好きなお用意しちゃった。あ、はーちゃんが大好きなものじゃない、もしかして。反応。王さんじゃん。で、これ20とか出したら王さんが20。でででででででん。いや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 ほんまに。じゃあ、いきますよ。おりゃ、うわぁ、これ08の間違いやろ、たぶん。80です。はい、できた。80個。うわぁ、パーン。でも、君も90出るかもしれないよ。確かに、あるからな。私ちゃん、上行くからな。いいだよ。本当にやば。やばすぎ。見せてやるよ、10の出し方。こうだよ。10でいいのか。中途半端。中途半端やな。でも、ハーチャーが絶対90が良かったでしょ。まあ、確かにね、大好きなものだからね。うん、でも、みんなも大好きだから。お、ということで、お昼、餃子ー。やばいや、やばいよ。すごいよ。だって、注文した時に、間違いじゃないですかって。間違いだってくれよ。すごい、こう一箱に12個入ってるんだよね。そうそうそう。12個入ってんの。いただきます。いただきます。最高ですね。いや、もう
ただ朝と違うのは味が変わらない。うん、確かに、うん、味変わらないって結構きついよね。うん、ただ覚えてますか、はい、前回もきつかった時お助けありましたよね。おっと、うん、今回も一人一回だけお助けがあります。出た数だけお助けが入ります。いやでかそれは。やった、お助けなさん。はーい、あーお助けなさん来ました。助けてなさん、トキちゃんがもうファンに続いてこれだから助けてほしいと、じゃあ行きますよ。はいよ、うん、あーまあ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 、まあ、言えることだけはでかい。確かにこれと、ね、あと8個あげますね。はい、あ、じゃあ2箱でお願いしてみたら。そうだそうだ、2箱はいいでしょ。おー、やったね、頑張ってね、ときちゃん。ありがとう、美味しくいただくよありがとう。だいぶでかいんじゃないこれ。だいぶ減りましたよ。あーきつー。まだうまいわ。飲み物飲みたい。うんうん、飲み物はいいよ。あぶねえマジで。いやでもまだまだいける、うん、さっきキッズって言ったけど全然なんかこの先のこと考えちゃった。もうえやばいのが待ってるやつやん。それは怖いよ。食べ続けよう。視界がぼやけてきたもん。あほらやばい、もう一人もダメかもしれない。うん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 、ラスイッチやん。うん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 、ここまでいったと思わない逆に。うんうん、もう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 いいでしょ。うんもういいでしょ。頑張ったねって言ってくれるはずだよ、こう視聴者さんコメントで。頑張ったねっても言ってくれるし、うん、頑張ってねとも応援してくれるよ。うん、答えないぞ俺は最後頑張ってるにも。でもおやつまでちょっと時間あるからゆっくり食べてて。うん、うん、じゃあこれで。うわすげえ。うん、ごちそうさまでした。おやつにまた会おう。おやつの時間だよ。食べよ。くっしょー、食べてる。食べましたよ。特殊餃子ちゃんになっちゃったよ、これ。餃子ちゃんになっちゃった。トキちゃん、おやつの時間だよ。もういいですか。ダメ。でもあと3個じゃん。そうだよ、頑張んな。わ、うん、かった。気分転換にさ、たまにさ、アイス途中で食べたりするじゃん。するこの時間、何の時間。デザートの時間だよ。いらない。いや、でも一旦別腹にしたら、うん、もしかしたら食べれるかもしれない。あ、しかもか、みんなに許しをお知らせ。今回のサイコロ、1から12のサイコロです。うわー、でも12とか出たらやばいって。出さなきゃいいんだよ。12だろー。よし、回しから回します。12。いいえ、2 20。うわー、まあまあまあ、12だ12だ。バーカ。あー、いきます。おい、大勝利です。おいね、4。でも少なかったね。あー、ありがたい。じゃあ用意します。でーん、すみやーい。なんだこれは。おい、やば、倒れそう。いやね、いや、いいね。パンケーキです。パンケーキ。デザート。いや、よし、とだだ。あ、お助けじゃない。お助けだこれ。 お助けです。パンいっぱい食べたのにパンケーキ無理よね。ー、確かに。ダンさん、へいへい、助けて。へい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 、ダンさん頼む、行くぞ。へい、うわー、 6。 おー、餃子置いといて、うん、先にちょっとパンケーキを食べて、うん、あんなに餃子食べよう。いいね、うん、よし、じゃあいただきます。いただきます。目玉焼き、うまっ。これは美味しいぞ。2枚はめっちゃちょうどいいね。いや最高、うん、美味しい。美味しいけどちょっともう1枚でいいかもしれん。でも大丈夫だよ、夜ご飯までちょっと時間あるし、このままひたすら食べ続けよう。そうだね。うん、私ちゃんは餃子も待ってるしね。今何してん。ホイップ好き。うん、何を知ってるだ。いらんのよ俺ホイップでも。え、でもホイップは好き。好き。何してるだ。何してるだ。わあ、すごい、よく見るやつ。よく見るよけど。本当だ、好きだが今はいらないのよ別に。じゃあ迷惑だった。そんなことないよ。優しさ。じゃあこのままね、夜まであとかなり時間はね、あるので8時まで食べ終わるように。わかりました、気をつけで。ありがとうございました。さようなら。夜だよ。え、夜だよ。夜だよね。夜だよ。誰かポケモンの笛持ってきて。起きた。もう食べれない。食べれませんよ。いっぱい。バイバイ、食べてください。しかし夜がやってきました。でもみんな応援して、前回さ、これ食べたいみたいなこと言ってたよね。何あれか。なんだ。じゃあせーのでいくよ。せーの、なんだ。寿司。お寿司。寿司か。ということでみんなの
そお寿司を食べる。この食べれるスイヤーできることになりました。すごいじゃないですか。やったよ。でも残念のお知らせもあります。90個まで出る最後のです。ほんとよりここでね、10を出せばいい。いや10じゃ足りないな、20がいい。いえ90出せ、90だ。私の担当はな、中途半端な数字なんだよ。19。いや50かきついな。見せてよ90。いくぜ、10だぜ。おお、いい。はい、やりたい。大丈夫、お助けがあるから。確かに、じゃあ一旦今度こそ本当に10がいいです。うん、おいしい。一番少ない。確かに一番少ない。うん、だーん、お寿司。すげー、すごい。おかしいでしょうが。でも90出したたっくんが悪いよ。いいんだよ、僕は悪くたってね、うん、これがあるんだから。あ、それを探してたんだ。そう、もう早速これを使うしかないでしょう。あ、はい、おどすけマン来たよ。来たよ。おどすけマン、ありがとう。はい、行きます。ゼロ、どこ行くんだ。君が投げてくれ。うん、私に責任が。あー、行くよ。うん、頼む、ナオさん。ゼロ出せ、ナオさん頼む。わー、やったマジ。まあ、ヒキノさんが多分ね、そう、大好きだもんね。はい、いただきます。わー、まあでも重た、50か。ちょっとね。よっしゃー、じゃあ改めていただきます。いただきます。嬉しい。最初はテンション上がるね。うわー、美味しい。いただきます。うん、いただきます。サーモンから。うん、おいしい。でもなんかよくよく考えたらさ、お寿司1時間で何皿食べれるかって企画やったじゃん。うんうん、私あれで19皿食べてるから、うん、1皿2貫だとしたら大体同じ量なんよね。確かに、うん、そう考えると意外といける。意外といけそう、うん、何が一番辛かった。餃子。餃子、圧倒的な餃子。うん、餃子。え、じゃあ次何がいい。ポテトチップスとかかな。質量がないやつがいい、もはや。うん、質量がないやつは普通に美味しい美味しいになっちゃうから、ポテトチップスだったらどうにか頑張って1000までのサイコロ探すよ。あーん、ダメだね。無理。じゃあアスパラガスとか。ねあ、でもアスパラはいいね、分かりやすくて。ほら、いや、ダメだそれは。ダメ。その日はお休みします。アスパラガス休暇。食べたいもの、え、徳ちゃん食べたいものは。ラムネ。粒がいいな。きついな。考えとこう。よい。できるかどうかはみんなの応援次第だから。3回目あるかどうか。そうそうそう、みんなが応援してくれたら、うん、第3回目が来るかもしれません。ということで、サイコロで出た数の生活、これからもいっぱい応援するよ。みんなちゃんとこれ食べきるまで帰っちゃダメだよ。帰んないよ。うわと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。あの、お茶が欲しい。わかる、お茶が欲しい。お茶は用意しよう。あがり。いや、あがりって言うんだよ。うんうん。ポケモン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。メッソンだったので、猿乗りを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。